イアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。ここにいつか奴らもラズに飽きるんじゃないか。いたね。この者はそう願おう。ラズ、五つ爪、こんなところにいるとは。ジョーンとジョーデが使わしたに違いない。時間があるならラズにはちょっと頼みたいことがある。あそこにいる二人の大きな圧巻のことでな。奴らは精一杯威嚇しようとしてくるんだ。可愛い連中だろ。大きな圧巻二人とどんな問題を起こしたんだ。お前に問題があるだろう、どうせ。奴らはラズの尻尾を追っている。なるほど。きっとあまりに美しいので叩かれたいに違いない。しかしあの厄介なノミたちを片付けなければ、この者は任務を完了できない。何の任務だ。もちろんとても興味深い任務だ。海賊のレッドブレイド船長が艦隊を作り出そうとしている。レッドブレイド船長、これを止められるのはラズの鋭い頭脳とより鋭い爪だけだ、うん、そこでこの者はお願いしたい。圧巻を引きつけてラズが裏口から出られるようにしてほしい。どうだ。わかった、圧巻の注意を引こう。連中の注意を引いてくれたらラズがその隙にすり抜ける。その後は酒場近くの外で合流しよう、うん、ベリンコを思い出すな。酒場に凶暴な圧巻が二人いて、ね、窓から出る以外に道がなかった、ラズは毛からガラスを取るのに何日もかかったぞ。で、ラズ元気だったか。これまで同様にあでやかでかぐわしいぞ、五つ爪。まったく初冬の潮風やうまい食事は癖になりそうだ。あ、かじっとでもうまいと感じれる。飲み物はお水の味がする。実に残念だ。飲み物良くないな。新しいたてがみは仕事始めているのか。たてがみ、彼女は宝だ。アイレン女王が安全に旅をできると判断した理由にもなっている。ドミニオンは脆いものだからな。なるほど。時々ラズは手に汗を握ることがある。だがたてがみのような英雄たちが世界を少しだけ安全にしてくれる、うん、他のことを話そう。もちろんだ、五つ爪、何でも聞け。待て、いろいろあるな。尻尾を挟まないクラは見つかったか。覚えてたか。女王が瞳のために作らせてくれた。あれは感動的な贈り物だった。ああ、見つけたというかもらえたのか。ラズは涙をこぼしたかもしれない。今はこのあでやかな尻尾を挟まずに馬へ乗れる。本当に小さなことが大事ということだな。ずっと欲しいって言ってたよね、冒険中というかアルドメリ編の間ね、うん、でここにいる理由をもっとよく聞かせてほしいんだ。なぜここにいるんだお前は。ここでは誰が聞いてるかわからない。アイレン・アラナ・アルドメリ女王がハイアイルへの旅支度をしているところ、ラズは先に来たのだ。なるほどね。そしてよからぬ匂いを嗅ぎつけた。そこでこの者は鼻に従って休暇を取った。なるほど、自分の仕事というか、うん、こっそり安全にするために、うん、休暇を取って、まあ嗅ぎ回ってるってことだね。でアイレン嬢はどうしてる。お元気だ、おかげさまでな。まあだろうな。詳しい話は全部聞いてる。超越騎士団、
階段、朽ちた古い砦からの大胆な脱出。ラズがそばにいない間に大変な目に遭ったことは、ぜひ女王に忘れずにいてもらいたい。で、交渉はどうなってるんだ？ああ、まだ始まっていない。まだ始まってないんだ。この者が聞いた限りではな。参加者を見ると、これは終わるまでにかなり多くの手を必要とするカードゲームだ。なるほど。ここだけの話か？この競技では素晴らしい結果が得られるかもしれない。だが、忍耐が必要だ。それから、高望みしないことだ。そうだな。で、何を嗅ぎつけたんだ、お前は。かなり長い間嗅いでいなかった匂いだ。女王の瞳に入ったばかりの任務で嗅いだ。何？詳しい話は周囲に聞いてる者がいないときにしよう。なるほどね。で、どうやって悪化の注意を引くか提案はあるか？何か思いつくはずだろう。事故でも仕組めば追い払えるんじゃないか。じゃなきゃ片付けてくれるやつを見つけるとか。ラズはそうしたぞ。悪化ね。で、悪化はこれか。ヤズグサと、レミクジェイム。消えろ、ナメクジめ。仲間を作りに来ているわけじゃない。いいね。私は会話なんて求めてない。ああ、いいね。ぶちのめしがいのあるやつらだ。注意、オーダルに触るな。これ読んだな、さっき。このエールダルの中身には極度の圧力がかけられている。かなり事情があっても触れてはならない。これは警告である。なるほど。これを使って追い払うことも可能だな。はい、どうな。疲れ切ってるみたいね。疲れ切ってるよ。この潮風じゃみんなそうなる。休みもしばらく休むといいわ。港からの突風にひっくり返される前に。ほとんどの人は仕事中に酒を飲むことを見苦しいと思うけど、私はそうじゃない。お客様には最高のものしか出さないようにしてるのよ。うん、海賊だな、この人。金労働。いかがわしい店としてはトップクラスだな。まさにどん底だ。飲み物はほとんど毒物だし、悲惨な客、崩壊しかかった建物、私が求めているものほぼすべてある。ほぼすべてな。何か足らないものがあるのか？あるさ、酒場の喧嘩だよ。なんと罵り合い、泥酔した惨めな二人の衝突さ。なるほどね。最初にこの施設のことを聞いた時はクバッチアリーナの戦士も赤面するぐらいの荒っぽさを期待してたんだがな。なるほど、戦おうとしてるのか。いや、私には無理かな。なんというか、私は誇り高きサマーセット人なんだ。引退したウェルキナーからフェンシングの訓練を受けたんだ。単なる酒場の客相手じゃ致命的な怪我をさせるかもしれないからな。なるほど。どっちなんだろう。本当に技術があるのか口だけなのか。分かった、とにかくありがとう。いろいろ聞こう。いや、何にする？ボロゴロミル。腹減ってそうだな。うちの基地は町で一番なんだよ。この地区で一番くらいかな。まあ、少なくともうちにはキッチンがある。とにかくだ、伝統的な島の食事を味わってみないか。何か記念になるものはないか。友人を驚かせたい。そうだな、魚のシチューがいろいろあるぞ。釣り人の日には注文が殺到するんだ。フルーツペストリーは貴族の舌も満足させる。そうそう、ドルイド料理はどうだ。イフェロンサプライズとか。イフェロンサプライズとはなんだ。ドルイドの珍味だ。ミルクを羊の膀胱に入れて聖なるハーブで固める。膀胱を切って固まったミルクに魚を詰め元通りに閉じる。あとはそのまま発酵させるんだ。うまいぞ。匂いに耐えられればな。ああ、なるほどね。匂いか。タムリエルの人ね。金貨1枚で1曲よ。お、ジャネットさん。飲み物のお供に音楽はいかが。独学の賢人の話を聞きながら美味しいお酒を楽しんでは。あの豚どもがそんな高尚な世界を知ってるわけないけど。誰も聞きたがらないのか。みんな古い定番しか聞きたがらないの。だけど私が演奏するのは自作の曲だけ。なるほど。無知な奴らは甲高い騒音とか耳障りとか言うだろうけど、それは単に私がまだ無名だからよ。ああ、なるほどね。この人にすごい
ひどい歌をお願いして、うん、あの二人をやり過ごすと。どれがいいかなやっぱりね、彼のちょっと本域を見てみたいの。キンロードマロスルのね、ちょっと見てみましょう。いかがわしい店とアールさ、いや私には無理かな。なんというか、私は誇り高きサマーセット人なんだ。引退したウェルキナーからフェンシングの訓練を受けたんだ。単なる酒場の客相手じゃ致命的な怪我をさせるかもしれないからな、うん、あそこの友人が良い戦いを求めている。しかめ面が見えるだろう。本当に？ああ、うん、わざわざここまで来たんだ。あらゆる経験をせずに去るのは愚かかもしれない。いいだろう、その友達がどこだか教えてくれたらすぐにでも挑もうじゃないか、うん、彼らはあそこにいる。こう祈る。この大嘘つきの悪党、水垢臭い無礼者、お前が戦いもしない弱虫だってことに喧嘩5枚かけるぜ。さあ、私と素手で勝負しろ。素手でやる。喧嘩5枚は悪くない。一発じゃねえか、やっぱりサマーセットのもやし米が一発で伸びちゃったな。でもうまいことラズは、うん、やっぱり逃げている。さすが、うまいこと負けたみたいだね、これで。じゃあ酒場の近くでラズと。もう思い描いてた絵の通りだったなあれであいつが勝っちゃっても全然面白くない。やるねえで終わっちゃった。ちゃんと一発で沈んでくれた。あと見事な陽動だった。あとフェンシング学んでたはずなんだよ。素手は学んでないわけでしょフェンシングのね、力を見せつけてんだと、うん、だからフェンシングをあの引退してウェルキナーから学んだはずなのに素手で挑んでしまったっていうところだよねすげえな、やっぱりサマセットやべえなちょっと待ってね、メガネ。この金ピカの鎧すげえかっこいいな。なんな、何、何の、何の塗料で使ってんだろう。隣も金ピカなんだよね。見事な陽動だった。ラーズにもあんなにうまくやれなかっただろう。この協力を続けていくつもりはないか。この者はゴールドを約束しよう。そしてこの者は約束を守るだろう。なるほど、では今払えないってことだな。この者はそんな印象を与えたかな。まあそう、そんな印象だった。引き続き女王の瞳に協力してくれ。そうすれば素晴らしい報酬が得られるぞ。ラズと同じぐらい価値ある報酬が。で他に何をすればいい。聞いてなかったのか。海賊を止めるんだ。レッドブレイドが船員と船を集めて艦隊を作ろうとしてる。アリノールからバルモラまで全ての港を脅かすようになるぞ。奴らの計画はある秘密にかかっている。失われたとされている忘れ去られし財宝だ。財宝？宝物庫のようなものか。その通り、アクイラリオスの遺産だ。あ、皇帝バレンの統治時代に船でガレンに送られた馬鹿げた財産。海で行方不明になったと思われていた。だがどういうわけかレッドブレイドがその正確な場所を掴んだのだ。なるほどね、もう奪われてないか。じゃあラズの知る限りではまだだ。こちらが先に見つけないと。幸いどこから着手すべきかは分かってる。何年か前他の瞳が遺産を回収しようとした、うん、その時のメモがある。どうする、宝の回収を手伝って勝利をもたらしてくれるか。もちろん手伝わせてくれ。どこから始めればいい。同意してくれると思っていたぞ。ラズの直感は絶対に間違わない、うん、90% ぐらいだが。 90% ぐらいで結構。お前がラズの尻尾から追い払ってくれた悪党どもを覚えているか。
奴らを探したい。追うものが追われるものになるんだ。なるほどね。素敵だろ。なぜ悪漢のこと気にする。そのまま財宝を探さないのか。物事には順序がある。五つ爪、敵がどこまで知っているのか確かめないとな。ああ、なるほどね。そのためボスのところに戻るであろうあの二人を尾行する。信じろ、これがこの者の飯の種だ。いや、ケーキの種の方が好みだが。甘いものが好きだからね。分かった、では悪漢を追いかけよう。ラズも来るのか。なんかラズの喋り方があれだね。なんかちょっとシーエルフの海賊たちは日々ずうずうしくなっているイケメン寄りになっちゃった。いつになったらモーナード家は対応する気なの。私の知ってるラズは、ね、ユフォート家はハイアイルでこんな問題を経験してない。喋り方ちょっと可愛いらしいんだ。言い切れないわよ。ほら、超越騎士団の事件もあったでしょ。あ、悪漢の後にする。くそ、あの猫はどこだ。見張ってろと言っただろう。はいはい、あんたもいたでしょ。はあ、ボスになんて言うの。しないでは、だがまずは支払いを済ませよう。手を緩めるかもだ。前にそうなったのを見たことがある。支払いを済ませるかな。これは何、あいつらのボスがやってこいって言ったことじゃないの。誰かに雇われてるのか。同じグループか。なんだ、こんなゴロつきが女王の瞳を阻止できるはずがない。あいつは何。あいつとちょっと一悶着あったけど。父を縛らぬダイエルナ。あれか。やつらは海賊じゃない、犯罪者だ。やつらのボスがレッドブレイドに協力しているのか。どうだろうね。なるほど、ラズにはだんだん読めてきたぞ。だがちょっと推理を確かめさせてくれ。はいはい。あそこか。よし、ボスに猫を見失ったというか。これで相手の正体が分かったわけだ。こいつはいい知らせだが、悪い知らせでもあるな。どんないい知らせだ。まずは悪党どもの雇い主が誰か分かった。尾行したら奴らここの無法者の隠れ家のメンバー専用入り口を使ったんだ。ああ、隠れ家の中にあるのはイベス・グランバシェというここの犯罪組織のボスが所有する賭博室だ。なるほど。それがどうしていい知らせなんだ。グランバシェがレッドブレイドのところに戻るなら、うん、知識の鋭い爪が奴らを破滅させる。この者は以前グランバシェに対処したことがある、うん、ラズは変装することになるが、まあそれは大した代償じゃない。分かった。で、悪い知らせなんだ。遺産を追うもう一人の瞳のことは話したな。ロネイーヤという名で腕の立つ密偵だった、うん、彼女の死の背後には絶対にグランバシェがいると信じてきたが、証拠がつかめなかった。なるほど。ロネイーヤの暗号で書かれたメモが見つかっていない。グランバシェはどうにかして解読したんだろう。では、グランバシェとレッドブレイドはこの密偵のメモを使っているってことだな。その可能性が高い。確証を得るには侵入して突き止めるしかない。行け、無法者の隠れ家に入り賭博室までたどり着いてくれ。なるほど。中で合流しよう。この者は変装を完璧なまでに仕上げたら行く。わかった、賭博室で会おう。
ラズ。中で会おう。よーく見るんだぞ。この者の変装ではお前もラズだとわからないだろうからね。なるほどね。以前グランバジャに対処したことがあるのか。お互い若くてイベスがまだささやかな帝国を築く前の話だ。物語に登場するのはシーサーペント、アルゴニアンのオペラ歌手にアーリエルのリュートと呼ばれる異物。いつか訪ねてくれ。いい話なんだ、うん、ロネイアについては。ロネイアは創設時からいる女王の瞳だった。なるほど。ほんの数ヶ月しか知らないが伝説的な存在で我々にとっての手本だった。そんなすごい人だった。彼女の任務の多くが今もなお秘密に包まれたままだ。うん。生きてる可能性ない。じゃあ行ってくるわ。あれここじゃない。この新しい茂みの根はとても繊細なの。無法者の隠れ家から行くの、うん、ここから入れてもらえるわけじゃないんだ。ラズ、中で会おう、うん、入れてもらえるわけじゃない。これか。バスティルの無法者の隠れ家。エリックマダル。昔はあまりに多くのことを気に病みすぎてた。今はあまり気にしないようにしてる。おかげでよく眠れて朝の目覚めが良くなったよ。さて、あんたの目覚めはどうすれば良くなる？何かいい品を見せてくれるか？盗品集。バレリア・リエンティヌス。やっと運が向いてきたところでゲーミングホールから追い出された。よくもこんな仕打ちを。絶対に中へ戻ってやる。イカサマ氏なのかな。テイルズ・オブ・トリビュートをこうイカサマで飼ってたら追い出されたってことだよね。こっちか。入るの初めてだっけ。そんな感じするね。なんか見た覚えがない場所。ここだ。グランバシの賭博室。あれ？ラズだよね。声を抑えてくれ。ちょっと。この者の繊細な変装を少し堪能するといい。お前だよ、ずっと。さて、集中しよう。ラズは給仕が、グランバシの執務室は乗客の特別室を通った先にあると言っているのを聞いた。これはまずいかもしれない。どうすればいい？やつらは大金を張る客の部屋を高貴な特別室と呼ぶ、うん、勝者専用の部屋だ。そこに入るんだ。ラズに考えがある。参加できるゲームの中にテイルズ・オブ・トリビュートがある。このカードゲームを知ってるか。いや、テイルズ・オブ・トリビュートやってない。なら最初の計画は中止だ。大丈夫、予備の計画も同じぐらいいい。ラズはこの賭博室に残る。町に戻ってくれ。しばらくしたらラズが注意を引く。なぜ町に戻る必要があるの。賭博室は地下だろ。だが高貴な特別室は上にある。なるほど。部屋からバスティルが見渡せるはずだ、うん、
ここでラズが奴らの気を引いてる間に中へ入る方法を見つけてくれ。斜面とかはしごとか、そこは創意工夫で頼む。上にある特別室への入り口を見つけて侵入するなら分かった。昔ながらのやり方は楽しいな。気分転換にぴったりだ。昔ながらのやり方とはどういう意味だ？侵入だ。禁止されている場所に行く。小さい頃を思い出すな。いつも問題ばかり起こして母を困らせた。あの頃は良かった。母だけじゃないだろう、お前が困らせてたの。弟とか周囲の、あの女カジトたちとかだろ。小さい頃が密偵だったのか、お前。このものを侮るんじゃない。小さい頃はやんちゃだった。いつも台所でキデアが目を離した隙にスイートロールやムーンシュガーのパイを盗んで驚かせたものだ。ああ、そんな話はいい。外へ出て特別室へ入る方法を探すんだ。分かった、特別室だよ。あ、サイコロをやってくれ。主婦ガーラ、あ、トリビュートあるね、ちゃんと。この間抜けどもみんな金を捨てたがってるようにしか見えない。これでもあれでしょ、イカサマ氏多いんでしょ、ここきっと。水タバコやってる、ここやば。ラリッチャ高貴な特別です。ユカンのホコリっぽさはわかる？あれはいい値段の酒の印よ。残念だがこのテーブルはもうおしまいだ。ぜひこの施設の副次的な娯楽に参加してもらいたい。例えばビュッフェだ。イバス・グランバシェに会いたい。グランバシェさん、よく高貴な特別室で乗客と交流してるよ。主人と何かについて話したいなら客として行くといい。なるほど。イベスに言われてきたのか？違うな、誓ってもいい。彼が私の協力を仰ぐことはない。私の負債を長引かせるためにな。負債？この場所と忌々しい所有者に対するな。奴は私のゴールドを奪った上でさらなるゴールドを貸そうと申し出た。今は私の爪も奴のものだ。殺せるなら殺したいが今のところその機会がない。爪のことを二度と言ったな。ん？あ、爪のことを二度言ったな、どういう意味だ？好奇心はここじゃ危険だ。大半の者は口を開く前に目を背ける。ここに残りたければそれを学ぶことだな。私の不満は私の問題だ。自分のことは自分でどうにかできる。しかしまだ機会が訪れていないと言って言ったばかりだ。イベスを殺すつもりはない。傷つけもしない。奴を苦しめ、かつそれが私の仕業だと教えてやりたいのだ。だがその話をすべきではないな。だろうね。ただ奴は報いを受けるとだけ言っておく。私がそのように取り計らう。それまでの間は奴を守らなければならないならそれでもいい。護衛なのか。護衛をやらされてるのか。まあなんかちょっとこわもてだったからね、だいぶやれるやつなの。ギャンブラー。名もなきギャンブラー。何？じゃあ行くか。
多分この上だと思うんだけどな。見渡せそうな建物っつったら。もしかして上がってく感じ？創意工夫って言ったかな。あーあったあった。よくやったぞ。目立たないようにして何が見えるか確認しよう。どこにいる？ラズ。てかラズはどうやって入ってきたんだよ。あ、いた。お前が入ってきた通りに俺も入れてもらえればよかったんじゃないのか。リスクとリターンを学ぶにはここのテーブルが一番だ。うちの家族もここみたいなホールで始まった。ギャンブラー。武器を持って入っていいんだ。ラルサ・ドロラ。レッドカード。レッドカードじゃねえな。ダークエルか。あの眉間の感じ。武器置いてあんな、そもそも。この人、ギャンブラー。ギャンブラーなの？借金の方に働かされているんだな、きっと。目立たないようにして、情報を集めよう。わかった。一体どこにいる海賊野郎。話があるんだ。あんたたち悪党がどう猫を見失ったのか話し合うつもり？レッドブレイドさん、あんたを切ってもいいのよ、グランバシェ。レッドブレイド、いろいろなやり方でね。さあ行くぞ。行くの？ロネイヤか。あの猫、侵入者だ。ゴエども、ほら、この女の文書を手に入れる。急げよ、5つ目。大丈夫なのこの人。何者かさっぱりわからんが、この報いは受けさせてやる。ああ、じゃあ私の顔をよく覚えておくんだな。脱出する。こっちこっちだな。ねえ、やっぱりでしょ。もう分かってきちゃったな、最近は。もうエルダースクロールズ長いから。出てきちゃう、敵として出てきちゃうのよ。ああいう武勇伝持ってるキャラが昔いたよみたいな前振りあったら敵で出てきちゃうの。状況が変わった。この捜索がよりにもよって死んだ女王の瞳に行き着くとは思わなかった。ロネイヤとはな。ロネイヤとは話していた女王の瞳か。死んだんじゃなかったのか。どうもそうらしい。仮にそうだとしてもこのものは驚かない。人が思う以上に自分の死を偽装する密偵はいるからな。だがなぜだ。このレッドブレイドという人格に何の価値がある？腐った物語の匂いがヒゲの下から漂ってくるような感じだ。グリーンレンドルのことを話してるのか。誰だっけ、聞いてみようか。グリーンレンドルのことを話してるのか。グリーンレンドル、クリン。なあ、わかった、彼か。すっかり忘れてた。ああ、はいはい、そうだ。パーラットでの冒険は全部カリエルから聞いてる。なるほどなるほど、思い出した。俺同じだ。元密偵は悩みの種になる。最近じゃ現実的すぎる格言だ。どこだっけな、あれ、リーパーズマーチか。元
あれはどっちだったっけな、ダガーの輪か、ダガーの輪じゃなかったかな。ジョーの瞳だったかな。なんかもともと密偵やってたけど、もう引退して、うん、引退したんだけど、なんかその、だからなんていうのかな、あれよ、レディ・アラベルと、方向性が違う感じ。自分のその技術とか知識をこう悪用しちゃった人だね。うん、で、その時は死を予想はなかったのか。さて、どうかな。ラズにも意に沿わぬことを強いられる時がある。仲間に死んだと思わせることも含めて。なるほどね。確か一度だけだったはずだ。そうだよな。で、これで任務は変わるのか。いや、全く。ロネイヤ、レッドブレイド、どう名乗っていようが、狙いは今も同じだ。海賊の艦隊から遺産を発見し、タムリエルの港を占拠することだ。彼女にアクイラリオスの遺産を見つけさせてはならない、うん、どうやって遺産を見つける。グランバシェから何もわからなかったぞ。なあ、だがラズはあの大胆な逃走劇の間に何通か手紙を失敬した。どうやら我らが友人は並外れた著述家だったらしい、うん、探してる答えは手紙の中にあるかもしれない。では手紙を見てみよう。リバス・グランバシェの台帳。犯罪王はこの一帯に人脈があるらしいな。ここでやることが終わったらこの情報を知らせておこう。ちょっと見てみましょう。フロレンティーノ、どうかこのメモを他の者たちに回してもらいたい。俺には時間も適性もない。シンクを愛する我らが友の相手で、手一杯だからだ。バスティル、我々はここバスティルで通常の活動から一時的に退く。レッドブレイドとの契約は重要すぎる。営業所には警備に必要なだけのスタッフを残し、残りはファウンズチケット近くの発掘現場へ送るように。我々は注意がよそに向いている間、地域の誰かが可変な気を起こすようなら、遺産を見つけた後に始末すればいい。ごめんなさい。なんか、ずっと上を歩いているドルイドがいるんだけど。ゴンファローネワン。現地の奴らに探させろ。超越騎士団は仕事の機会になりそうだ。その間、ダービル・ドティルのへの、働きかけを続けておけ。あいつは利用できる。適当な交渉材料さえ見つければいい。フンディング校。霊眼のアルガーが機会を与えてくれたことを感謝しなければ。石膏たちが刻印の丘から戻ってきたら知らせるように。素晴らしいチャンスになるかもしれない。成り行きを見守ろう。アバーズランディング。あそこはむちゃくちゃだ。鉄の車輪ギルドは完全に暴走している。うちの者たちは退散させて、事態が落ち着くまで待たせるつもりだ。アンビに金を払って状況の報告を続けさせろ。それが今のところあそこでやることはない。なるほど。ガドからの手紙。イベスはレッドブレイドと仕事したことを後悔している。ちょっと待て。この情報からするとレッドブレイドは沿岸にある発掘現場にいるな。ファウンズチケット周辺のどこかだろう、うん、では仕事に戻ろう。ラズとファウンズチケットで合流しよう。5つ目。わかった。メモは見れなかった。あ、見れた。ボス。あのふざけた海賊たちが最初の頃に力となったことは分かっていますが、奴ら発掘現場で何の役にも立ちません。ファウンズチケットに奴らが来なければよかったと思うくらいです。もう何度か酔っ払いの殴り合いのせいで、作業員をバスティルに送り返す羽目になりました。
我々の発掘がうるさすぎるというので、やつらしょっちゅう腹を立てているんです。入り口付近の波で溺れ死んだやつまでいます。海賊が腰の高さの水で溺れるなんて呆れるばかりです。しかもあのレッドブレイドとかいうレディは、常に監視しています。あの女には、ひどく気持ちを落ち着かなくさせる雰囲気があります。気分が暗くなってくる。あの海の犬どもを抑えておけば、もっとずっと早く財宝を発見できると思いますが、と。なるほど。とりあえずファウンズチケットに行こうか。ファウンズチケット、まあ、ちょっと歩きで。新エルフの海賊たちは日々ずうずうしくなっている。いつになったらモーナード家は対応する気なの？リュフォート家はハイアイルでこんな問題を発見してない。そういえば。そうとも言ってんのよ。今日の出入り。ほら、超越騎士団の事件もあったでしょ？デイリーを受けちゃう。スケッチする。負傷した新人。暴気力を。よし。なんかあった。モーナード家に必要な剣。モーナード家はガレンの自然を鎮めるため、強靭な剣士と狡猾な魔術師、大胆な冒険者を求めている。シストレス諸島最北の島は美しくも危険なフロンティアだ。伯爵は伸縮する自然から一族の利益と民の安全を守るため、有能な戦士を集めている。凶暴な怪物に立ち向かい、未知の領域に分け入っていく勇気を持つ者だけが応募するように。関心のある者はバスティルのアーバウド・セドメンを探せ。アーバウド・セドメン。どこかにいるかもしれない。ガルフェン、あなたの仲間も危険にさらされている。シーエルフは襲撃の時に相手を選んだりしない。それは否定しないよ、ファイダ教。だがストーンロアは自分たちで身を守れる。仲間を町に連れてくるよう提案しているの。うまやの。なら受け入れられるわ。ああ、骨と一緒になっちゃった。あ、骨を一緒に別にしてくれよ、これは。よしよし、かわいいね。こいつを馬にして。綺麗なんだよね、瞳が。入った。ここをと。スタミナ。よし、じゃあ。まずは、ファウンズチケットに行こう。何度か行ったことあるの？ファウンズチケット、この辺りじゃなかった？これか。いや違う、これはデイリーだ。これだ、これ。違う、これローレ。ここだね。目には目を、歯には歯。さすがに叫べないか。叫べを発見。で、スカイシャードがこの辺りに。上かな、これ。ちょっと柱見えた。
はい、スカイシャドウ獲得。そんなに遠くないの。お腹が空いたのはわかるけど、ローブは食べられないんだよ。あ、助けてもらえるかもしれない。仲いいんだね、ファウンとドルイド。いたずら好きってだけみたいだね、ファウンって。なんか助けてほしいの。ファウンは弱い獣じゃないけど、今は危険にさらされてる。ファウンにどんな助けが必要なんだ。頭の良い獣だからって支援がいらないわけじゃない、うん、群れは最近移ってきた狼たちに苦しめられてる。なるほど。狼は目にしたあらゆる獣を食べるのよ。ファウンが食べられるのも時間の問題ね。狼を駆除させたいのか。いいえ、違う。ファウンズチケットの全域に早く育つ種をまいてほしいの。え？ファウンはこのベリーの味が好きなんだけど、狼には耐えられないみたい。なるほどね。助けてくれたら報酬を払うよ、うん、だからどっちも大事だってことだよね。狼だって生活する場所が必要なんだと。わかった、ファウンズチケットに種植えよう。種を植えてほしい場所に印をつけるね。ファウンたちがこれを食べ始めたら狼たちは近づけない。なるほど。あの匂いが嫌いだから。私たちも種をまくけど、あなたの様子も見に行くね。なぜこのファウンを保護しようとしてるんだ。ファウンの群れはガレンにドルイドが移住する前からこの場所に住んでたの、うん、ドルイドマデナも彼らを研究するためにこのチケットを選んだのよ。それに私はファウンが好きなの。頭がいいし楽しい。このモヘアみたいにね。気をつけて、あなたのバックパックを食べようとするかも。なるほど。ドルイドマデナとは何者だ。知らないの？あんま知らない。私はあの人に触発されてドルイドになったの。今ではもう老人だけど、若い頃はここに来てファウンを研究してた。なるほどね。ファウンの意思疎通方法とか頭の良さとか徹底的に調べたらしい。私もファウンへの愛を共有するようになったのよ。なぜ彼女はファウンを研究しようとしたの？実は彼女がここに来るまで誰もファウンのことを知らなかったの、うん、狡猾な害獣だと思われてた。あの人はファウンの群れの仕組みを本格的に調査した最初の人なのよ。おかげでファウンの死亡率は下がったし、理解も深まったと思う。なるほどね。であなたはドルイドなのか。あなたの考えてることはわかる。ウッドエルフがなぜストーンロアドルイドになったのかって。まあまあまあ。私はグリーンパクトに従うだけじゃ満足できなかったの。それじゃ足りなかった。だからガレンに自分を探しに来たのよ。結果としてストーンロアサークルが一番自分に合うと思った、うん、ストーンロアサークルはでも自分たちが食べる食物育ててるけどね。グリーンパクトに反しない。まあグリーンパクトはあれか、バレウトの森たちを守ればいいっていう掟か。最初私に話しかけてくれるのは彼らだけだったから、他のサークルはよそ者を好まない。今でも私を仲間として受け入れてはいない。でも私を攻撃しないようにエルダー態度を説得するのは上手くなった。モヘアがいるのも助けになってる。なるほどね。でそのベリーは本当にファンを飢えた狼から守れるの。狼の群れは普段の獲物が前の季節の病害でやられてしまったからここへ狩りに来たの。最初はもっと小さな獲物を狙ってたけど、次にファウンが狙われるようになるのは自然な流れよ。私はそれを止めようとしてる。この種で本当に解決すると思うか。ねえ、私はドルイドなのよ、うん、自然を知るのが仕事みたいなものなの。それはごめんなさい。あの種は異常なまでに早く育ち、モヘアが大好きなベリーを実らせる。
でも狼はあのベリーの匂いが大嫌いなの。少し嗅いだだけでも尻尾を巻いて逃げ出す。それがファブに役に立つのか。人は食べるものでできてるって聞いたことない？聞いたことある。何回か食事すればファウンからはベリーの匂いがするようになるよ。そうなの？それに私はこの種に魔術を込めておいた。植えれば芽を出す。ファウンの餌は増えるし、狼は手を出さなくなる。うん。なぜモヘアと一緒にいる？この子の群れにある事件が起きたの。バスティル街の衛兵たちがこの地域のファウンに襲撃されたと思い込んだ。うん。実際は違うのに。それでモヘアだけが生き残った。なるほどね。新しい群れには入れないのか。ファウンの群れは密接な家族で形成されてる。部外者を受け入れないの。体が小さいとか力が弱い場合はなおさらね。でもモヘアは頑固なよそ者にファウンが恐ろしい怪物じゃないって示してくれる人間やエルフへの施設みたいなものよ。では彼に母親のように思われているのか。偉そうな姉に近いかな。なるほど、ね、仲はいいけどこの子は退屈すると邪魔をしてくるの。私はこの子を危険から遠ざけてるけど言うことは聞いてくれない。なるほどね。特にこの年じゃね。若い頃の私より反抗的よ。あ、若くないんだ。どうしてもウトエリフって若く見えちゃうね。モヘアとなんか交流したいな。てかファウンと仲良くなりてえな。なんかさ、こうファウンとさ、こうね、認められるとこうファウンから攻撃されないみたいな風にならないかなってずっと思って。ファウンってこう結構あの踊ったりね、楽しくやってる姿よく見るでしょ。それに混ざりたいのよ。しなやかな妖精。ガレの詩人ニネル・ドゥマリス作、うん、これ歌か、うん、しなやかな妖精の軽やかな笑い声が見守る木々を通り抜けてさまよい、秘密の喜びをたたえて石と小川に口づけをする。それは他のものに見えぬ愛の触れ合い。ファウンいるじゃん。無事に来られたようだ。あ、ラズ、どこ？ラズは二手に分かれるのがいい。ごめんごめん、見てなかった。手紙は水について書かれていたから、チケットの反対側へ行って、そこで会おう。わかった。あ、もう変装解いたの？なんか似合ってたのね。ファウンの子。いいよね、いいキャラだな。ニンニクと唐辛子をこう首にすごい下げてる。わかる。ペペロンチーノ作るの得意なんだろうね、きっとね、ファウンっていうのは。まあ主食が多分ペペロンチーノだと思う。時間に余裕はない。レッドブレイドを探そう。わかった、任せろ。まず種を植えていかなきゃならない。ディスカイシャのんびり行こうか。ダメだ、時間がないって言われてたぞ。プライマルルサウク。戦いはもうミリに任せる。強いから意外と戦えないミリ。 DPS としてん？などと言いながら手伝っちゃう。これだ、植物の土壌。すごい、どう育ったか見せて。へえ、すごい。このベリーはよく育ってる。とても育ってね。もうすぐファウンが食べられるようになる。うん、ファウンが踊ってるよ。モヘアだこれ。誰かと思った。
どうしたずっと泣いて。あ、ハウンにずっと吠えてた。大丈夫か。踊り始めた。じゃあ何もない。誰かいるよ。でもプレイヤーさんが、はい、スプリガンか。釣り橋渡りたかったな。どうやって行くんだろう。こっち側ボスがいるんだな。ぐるっと回らなきゃなのかな。これはこれはラズの、うん、最後これ。大丈夫か。ああ、よかったよかった、踊れる、踊れるぐらいではある。はい、ここは思ったより素敵な場所ね。ベリーの確認をさせて、よく育ってる。うわ、見て、モヘアの幸せそうなこと。踊ってないだとね。ぐるっと回ってかな。ぐるっと回ってだろうね、多分下からだといけないんだ。あれは入れるの？中に何かあるわけじゃない。
で、ここにボスがいるはずなんだ。まあいいや、とりあえず上よ。幼いファウンはここで遊ぶ。このベリーが気に入るはず。うん、やった、果物が実り出したのね。すごくワクワクする。ファウンズチケットの外で合流ね。群れには自分たちでベリーを探させて。うん、決して甘やかさないと。そこは自分でやらせる。スカイシャード取らず。なんかさ、こう取るってやらなくても前転したら取ったんだけど、なんかアイテム、敵から得られるアイテム。下に降りちゃったな、これ。上から行かないとね。こいつ、下がって。見ててね。ほら。違うのかな。この前転のトリガーが取得ボタンとインタラクトするボタンと同じだから、ね。そんな気がしてきた。前転がアイテム取るわけじゃねえよ。バールする。はい、よし、ナイス。あ、ファンが喜んでいる。
弾いたな。でここだ。ここだな。ラズ。さあ中に入ろう。え、ここ。ロネイーヤはこのどこかにいるに違いない。マジか。そしておそらく彼女は一人じゃない。さあ本気で仕事に取り掛かる時だ。そうだ、レッドブレイドの悪感。片付けていいんだな。あの船を見ろ。ずっと昔にアクイラリオスの遺産を運んだ船に違いない。うん、作戦が必要だな。幸運にもラズは用意してきたんだ。何を考えているんだラズ。盛り上げていかねば。我々は洞窟を崩壊させ船を葬り、世界からアクイラリオスの遺産を奪うんだ。ああ、自分たちが取るわけじゃないんだ。この洞窟にある石なら財宝が二度と発見されないようにできる。さてどう思う。なぜ財宝を埋めるんだ。かなりのゴールドを諦めることにならないのか。それか。イーベスの作戦の質にはあまり感銘を受けなかったんだ。どれだけの人がこの場所を知ってるかわからないんだぞ。うん、それにカバナントやパクト、はたまたドミニオンに見つかったらガレンが新たな三期戦役の前線になりかねない。なるほどな。分かった。どうやって洞窟を崩壊させる。ラズはこれを入手するためにバスティルに残っていた。錬金術の爆弾だ。作戦のためといってバインダスクのレンジャーに特別に作らせた。ありもしない作戦だがな。天井を支える柱を探して一個ずつ置いてくれ。準備ができたらドカーンだ。柱一つに爆弾一つで終わった。ラズはこっちに爆弾を置く。お前はこの道沿いに行って残りの爆弾を置いてくれ。分かった。幸運を祈る。ただあんまり爆弾にあんまりいい思い出ないんだけど、爆弾というかこう柱を壊していくっていうことに。よし、もう爆発した。はや。女王の瞳などもう私には何の意味もない。遺産はレッドブレイド船長のものよ。この先か。レッドブレイド船長、この柱は別に関係ない。やるのか。話し合って解決みたいなことにはならない。やらざるを得ない。いまいましい猫め。なんかこう過去に何があったのか聞きたかったね。青いね船長が。ごめんなさい。分かった。でも泣かないでよ。よし、洞窟出たね。動け。ここから出るぞ。なんかどっかで聞いたことあるなこれ。
けなし以来だな。ラズと逃げ出すの。終わったな。おお。アクエイラリオスの遺産は永久に埋められた、うん、そしてロネーリアレッドブレイドが二度とアビシアンを後悔できないようにしてやった。ラーズには休息が必要だよ。これからどうするんだラーズ。ラーズはまず一週間ほど寝る。それから女王に報告する。この者はロネイアの名を報告しない方がいい気がする。なるほどね。しかし五つ目のことは話しておこう。ほら約束した通りの報酬だ。受け取ってくれ。月の加護がありますように。あなたにも。ラズムダーの2番目にいい弓もしかするとここにいる間にラズは素敵なドルイドの少年に会えるかもしれないぞ。この者は植物が大好きだからな。ガレンは本当に美しい。休む前にいくつか質問していいか。もちろんもちろんだ。ラズがお前の足元で丸まって居眠りするなんて思ったら大間違いだ。いやそれも悪くないな財宝の捜査は止まると思うか。だといいがな。どうせほとんどの連中は財宝なんて作り話だと思ってる。それに誰かが手がかりを追ってバスティルから洞窟に来たとしてもだ、山腹を掘り返しやっと一握りの効果が見つかる程度だろう。言わせてもらうがうまくやったと思うぞ、うん、元の同僚を片付けなければならないことをどう感じる。気分は良くはない。良くはないぞ。ラズは驚いたと言いたいところだがそもそも驚いてない。この戦争は心の奥でドミニオンが正しいと分かってるがあまりにも長引いている。こういうことはこれからも起こるだろう、うん、でジョーの瞳は最近何をしてるんだ。ブラックマーシュのどこかで作戦があるはずだとラズは確信してる。この者がアルゴニアンと友達になったのは随分前のことだ。鱗と毛皮はとても相性がいいな。そう思わないか。どうかなそれは。気をつけてラズムだ。もしかすると、うん、というわけでこのクエストは終わったのかな。ジョーの瞳の確か称号あったよね。通知これじゃない。ジョーの瞳あれこの辺りに今見かけた気がするな。あったあったあった、うん、ただダガーの人間だからな私は。